新潟県道44号新潟つばめ線は、新潟県新潟市西区からつばめ市に至る県道である。新潟市西区堺林地区を起点に、道区黒崎地区、西館区片東地区、中野口地区を経由し、つばめ市に至る路線である。新潟市と県央地区を結ぶ路線は、他に国道8号、北陸自動車道、国道116号などがあるが、道路線は、 西関区東部の各集落を縫うように通る。起点の新潟市西区上新栄町から道西区役所前交差点にかけては、2011年まで新潟市道、寺尾線、新潟県道382号、寺尾停車場線にそれぞれ指定されていたが、国道402号の席や内野間の路線変更に伴って、経路延長された区間である。この区間は、 都市計画道路、寺尾線として1996年から整備が行われており、このうち西大通り北の区間は、旧来の指導を拡幅したほか、道路自体がなかった北端の国道402号との接続部付近を新設するなどして2010年3月31日に開通した。また、西大通りから西区役所前にかけての区間は、以前、 強硬な単車線区間で車両のすれ違いが困難な箇所も点在していた上、JR 越後線の寺尾駅西側を横断する農園踏切付近では特に平日の朝夕に渋滞が頻発していたことなどから、二車線への拡幅や踏切の改良などが行われた。西区役所前交差点から調律、温泉入口交差点にかけては、新潟県道16号、 新潟県道新潟亀田内屋線、新潟市道大堀線、国道116号新潟西、バイパス、新潟県道2号新潟寺止まり線の各路線と接続している幹線道路である。このうち亀貝交差点以北の区間は以前は2車線であり、日中通して渋滞が慢性的に発生している区間であった。このため2000年頃から 北側の区間から順次4車線に拡幅された。新潟市西区黒鳥から燕市にかけての区間は、各集落を縫うように通り、強硬な単車線区間も各所に点在している。新潟市西区、寺尾東付近 S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省、国時代1270号、建設省。 ありがとうございます。